皆さんこんにちは。共謀罪についてお話をします。共謀罪っていうのはですね、まあ呼んで、字のごとしですが、共謀する、まあ、共にですね何かを図るということですね。で、まあ、共謀、共犯とか共謀とかいうのは良くないと。で、まあ、だから共謀罪というといいんじゃないかと。おまけにですね、目的は何かというと、東京オリンピックのそのテロ対策、あるいは世界的に今広がってきたテロに対しての対策が弱いので、そのテロを準備する、あの爆薬を作るとかですね、飛行機を乗っ取るとか、そういうことに対して必要な法律ですということで説明されますので、一般の方は、まあそれは東京オリンピックやるし、それは必要だろうなというふうに思うかもしれません。でもそれははっきりと違うんですね。でまずですね、あの共謀罪というのは中身はあの治安維持法とほぼ同じ内容なんです。でその治安維持法ってなんか戦前のなんかひどいもんだというふうにあの認識はあると思うんですけども、実はその戦後にですね3回これまであの国会に出されたことがあるんです。毎回自民党が出しました。で自民党が出してきたのはですね、その治安維持法と同じ、その危険なことを考えてそれをその防御してる、あるいはその防御に従ってその爆薬を作ろうとしている、物を手配しようとしている、薬品を調合している、そういうのを使いまえましょうというふうに書いているわけで、その通りだったら問題がないわけですね。ところがですね、そのすでにあの今まで3回ともあの否決されたというか廃案になったんですね。でその廃案の理由はですね、それは結局その人が何を考えているかということに基づくわけです。例えばあのこういう例えがあって最後あの廃案になったのがあったんですけどもね、あの瞬きと目くばせはどう違うんですかっていうふうに野党が質問したわけです。でその瞬きというのは生理的に目をパチパチすることですと。であの意思ではコントロールできません。で目くばせは意図があってですね、目をこう信号として使うわけですねと。それははっきり違うんですねと。はい、はっきり違います。その人は何を考えているかによって瞬きと目くばせが変わるように、その人が何を考えているか、つまり頭の中でどうしているかということで、それをあの区別すると白黒。じゃあその人が普段どんな話をしているかというのを、じゃあどう感知するのか。で近所の人が言ってたっていうのも、じゃあその近所の人は何でもってそれを知るのか、あるいはその人が逆にどんなことを考えてそれをあの匿名情報を起こすのかというのを、じゃあどう判断するんですかみたいなことになってですね、結局ほとんどの人がノーということで廃案になったわけです。それと実は内容は全く同じなんですね。で今回はさらに煮詰めてですね、例えばどんな問題が起こりますかということで数え上げるとですね、600以上の具体的な犯罪が出てきたわけなんですね。でもこの600以上をそれを犯罪というのか、本当にその人はそう、周りがそう考えたらそうなるだろうという600以上の中で、これはやっぱり共謀罪でしょうというのが政府が挙げたのは3つあったんですね。でそれはその爆薬を作るということで、その材料の薬をですね、簡単に手に入る薬を薬局で買う、この場合はどうなんですかというふうに政府が出してきたのが3つあるんですけども、実はそれは全部ですね、実はあの爆破に対する予備罪、あるいはハイジャックについての予備罪っていうのは今すでにあるんですね。これだけはどうしてもその危険でしょうというふうなのは全部抑えられるわけですね。ですから実はそのオリンピックに対してとかですね、あるいは国際的なテロ防止の、国際法を作るのにもですね、実は今この共謀罪を上げていく必要はないわけですね。でこれはですね、その国家機密法とかですね、今いろんなその情報を伏せるというふうなことが動いているようにですね、国民にとにかく情報を渡さない、そして国民が何か変な動きをするときにはそれを予備的に逮捕する。例えば沖縄の辺野古、あるいはあの原発の、例えば原発反対の人たちが座り込む、でその人たちの会話は当然その国の方針に反するから、これは共謀であるということで
盗聴する権利ができてくるわけですね。合法的になるわけですね。メールを見るとか電話を盗聴するとかですね。予備罪じゃなくて共謀罪っていうのはですね、そのいついつでもしようかというふうに例えばサイトに書く、そしたらもうそのサイトそのものをですね、合法的にチェックできるようになります。まあ、本当にその今まで3回も廃案になってきたものをそのまままた上げてくるっていう、この今の自民党のというか安倍政権の考え方、これ私はトランプ以上だと思うんですよね。トランプ以上というか異常だと思うんですよね。まあ、ぜひ皆さんも客観的にそして冷静にですね、政府の動きを注視していっていただきたいと思います。